なんで俺だけなんすか。だから土佐くんが喋ってたからでしょ。でも他にも喋ってた人いるじゃんって何回も言ってんじゃん。だから他の人とかじゃなくて土佐くんに言ってるんです。でも俺そんな喋ってないじゃん。他のやつがめっちゃ喋ってたんだから、その人に言ってよ。そもそも授業中に喋るのは良くないです。じゃあなんで俺だけなの。俺以外にいるんだから。じゃあいや他の人にも言って。女子とかめっちゃ喋ってたじゃん。言って言って言って。関係なくて。関係ないの。じゃあ俺だったら関係ないじゃん。俺たち喋ってないの。授業中に喋るなんて良くないですよ。俺喋ってない。本当にもうそういう風に疑うんです。オッケー、喋ってない。オッケー、はい、いい、わかりました。いいです、いいです。あれ、俺が悪いんですよね。はい、わかりました。じゃあ他の人には言わないですね。じゃあもういいです、いいです。土佐くんがそうやって言うんだったらもういいです。は？どういうこと？土佐くんがそうやって言うんだったらもう大丈夫です。どういうこと？他の人にも言ってよ。いいです、いいです。もういいです。もういいです。かたくなに遅れた提出物、受け取ってくれない女の先生。岡岡先生、マジお願いします。提出日23日までなのにいけません。本当にお願いします。マジで本当にお願いします。マジで一緒のね。ここで小魚分受け取ったら、はい、ちょっと他の生徒さんに示しつかないっていうのがありますので、はい、ちょっともう今日23日っていうのはもう約束なので。やったんで、マジで やったっていうのはあるんで、本当マジで一回お願いします。本当お願いします。マジお願いします。マジでマジですか。本当にマジでお願いします。本当にガチでガチでダメですか。マジですか。マジでダメですか。教育実習で来てる。男子に溶け込むの鬼早い。明るい女子大生。あ、フワッチ。フワッチ。フワッチ何してんの。いいよ。見るなよ、こっち。フワッチどう？慣れた？いい、慣れた。フワッチ あげよっか。靴上げる。いらない。もう一回匂い。マジいい匂いするから。一回帰れよ。帰りてよ。いい。フワッチ彼氏いんの。あ、聞きたい。教えて。そういうの先生言っちゃいけない。いいっしょ。関係先生じゃないの。いや。土佐彼氏いんの。彼氏何言ってんのマジで。こいつ彼氏。はい、俺彼氏です。そういうのにだるい。間違いだよ、彼氏。どういうこと。校長先生。転換って校長先生。あ、校長ってやばい。待って、待って。やばくない。英語喋るときはめっちゃ明るく優しいのに、怒るときの日本語超怖い英語の先生。Okay, so Mr. Hashimoto, what did you do yesterday?一番最初にランボランチが売れると思ってた。本当にマジで売れると思ってた。俺1年目でエンタとか出ると思ってた。分かる。だからさ、もうモエアのネタ丸パクリしてたよ。言うなよ。これは面白い。丸パクリって。それ言おうか。じゃあ女子の方に行くんですけど、今よくよく思い返せば全部モエアのパクリ。ああいいじゃん。確かにあれモエアさんだね。あれマジモエアだよ。女子の芸人で。そうなんだ。うわ恥ずかしい。あ、でさ、あの頃女子の芸術コーナーですってイケイケだと思ってたけどさ、
あの2年ぐらいしてから恥ずかしかった。あの SF 世紀 YouTube が組んでた時に恥ずかしくなって、確かにな、渡辺にお願いして今ランボランチのネタ全部消した。見たいな。見たいわ。めっちゃウケてたよ。じゃあだからそれがなんだよこのコントってなったら今思い出してちょっと面白いじゃん。うん、それなりに形になってんのが気持ち悪い。そうなんだよね。キモい。いやマジでなんかノリだけでやってんのかと思ったら、めっちゃワードとか食ってたもん。キモい。覚えてんのがランボランチのネタの、うん、そ女子の現実のやつで、うん、なんかキャタピーかわいいみたいな、うん、なんかあったかもしれないで、なんかキャタピー大好きみたいなこと言って、うん、女子の現実だとなんか、うん、キモッみたいな、二人で声です。なんだっけそれ。ただ彼氏の家になんかクッションがあってみたいなことじゃなかったっけかな。でそれ見てキャタピー、クッセってなんだっけ、あれ言ってたよね、キャタピー踏んじゃったんだ。あ、そうだ、おめえかわいいみたいなこと言って、うん、恥ずかしい恥ずかしい、思い出すな、もういいや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 、クッセ、まあ私も仕返ししてやるからな、覚えてるやつ。確かにノリでやったらクッセとか合わせみたいなのやつ。合わせがすげえウケてた。あれはノンスタイルのパクリ。おめえらも合わせやってたじゃねえか、人のこと言えない、おめえ覚えてんだから同じ同じ声だよ。恥ずかしい。恥ずかしい。おい、お前親の顔見てみてよ、同じ同じ声だ。あれ絶対漫才の一番最後にそれやって思ったの。俺らどうもありがとうございました。恥ずいなこれ。なんで全員ノンスタイルからパクってんの。やっぱノンスタイルさんすげえんだから。ということで、フワちゃん、ありがとうございました。はい、始めますので、次に見せてください。何？何？男らしくなっちゃう、カメラ来ると。OK, so, Mr. Hashimoto, what did you do yesterday? 俺が、ずっとなんか、おい、うるせえよとさ、お前しゃべるのクソって出ろよ。So, let me see. I guess you're so fantastic. Perfect. 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 Okay. 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 Okay.いるわ、こういう言い方。今日の出来事。教育実習生のふわっち寝坊、ふわおか先生ブチギレ、若いふわいけ先生号泣。いやー、なんか今日は一日ずっとふわふわしてたね。次の動画も絶対見てね。